ちゃ、こんにちは。さて、はい、やっぱりキャンプさ行けない分だけ、はい、まあテレビでやってるからさ、はい、テレビをこうザッピングしてるんだよね、うん、いい選手が出てきてるな。結構いますよね。いるいるいる。いや若手しか目に行かない、あ、もうベテランとか中堅ですね。いやベテランはねある程度自分の調整をしながらやってるから、はい、大体ある程度もう数字を持ってる選手っていうのは、うん、そんなに狂わないからさ、よっぽどのことがない限り、はい、うん、でも若手はいいね。いいですか。いいあの前の動画で、豊さん、あの、ね、佐藤選手すごい押してたじゃないですか、阪神の。その他にも、まあ、佐藤選手筆頭にいい生きのいい選手たちが出てきてる。いや、いるいる。これ申し訳ないけど、はい、本当にいい選手はたくさんいると思うけど、はい、全部をオーラできないからさ、網羅できないから、はい、だからそれは申し訳ないけど、はい、あの各球団のファンの方はね、うん、でも俺が見た中ですごいなっていう注目選手、はいはい、ドラフトに今年入って、はい、1年目ね、1年目の選手から言えば、はい、やっぱ佐藤だよ。引き続きいいんですね佐藤ホームラン打ったしね。あ、すごいですね。やっぱあの飛距離っていうのは魅力だしさ、はい、半端じゃないよね。で最初のその一箇所バッティングとか、はい、紅白戦とかはちょっと力んで引っ張る傾向が強すぎるんだよね、はい、まあ、そうじゃなくてもう広角に打てる打者だから、それが力は抜けてなんかこうセンター中心に打ち出したらもっともっと力が出てくると思うよね。あの豊さん最初あのワンクール目の時に佐藤選手いいっておっしゃってましたけども、うん、今まあもうどんどん時間経ってますけど、うん、なんか変わってきたりとか良さそうなと加減になってるなとか改めて見て、やっぱ結果が出たっていうのが、うん、やっぱり一つの安心材料だよね、はい、やっぱこう飛ばすけど全然打たないじゃんっていう、うん、ようなさ、はい、評価になってくるとさ、やっぱまだまだ1年目だし、はい、周りの評価っていうのも気にするだろうしね、うん、だから早めにそういうものがホームラン自分の特徴である、はい、出たっていうものが一つのステップを踏んだということだよね。そうですね。だから俺もほっとしたもん。ユダさんもね押してるからさ。いや押す押す、いやずっと押すよ。あ、もう今シーズンだと、うん、どうですか紅白戦でもなんか打順が一番、うん、でどうなんですかね、使うんですかね、まあ阪神の開幕予想をしたんだけど、はい、俺ね、まあ、大体6番ぐらいに最初入れてスタートするかなっていうふうに、もう使わない手はないわ。あ、もうこのあの最初開幕戦からいきますよ、うん、だってさ、ね、20本30本は必ず打つよ、はいはい、いや使い続けるとだよ、はい、よっぽどのことがない限り、うん、怪我とかね。じゃあ糸井がじゃあ20発打てるかって言ったら、うん、もうそんな力ないもん、はい、そうだったらやっぱ佐藤を使った方がいいと思うんだよね、うん、やっぱこう目標高く、はい、これからの選手を、まあ、使った方が阪神の早く中心選手になれるバッターだけにね、はい、だからやっぱいいと思うよね、うんうん、で、まあ、阪神の佐藤選手ですけれども、はいはい、続いては、はい、巨人の、はい、ドラフト1位、はい、平内投手。紅白戦見たんだけど、はい、1イニングだったんだけどね、はい、先頭バッター松原に対してインサイドを攻めたんだよね、はい、それもね若いピッチャーって意外とシュート回転をし始めるんだけど、やっぱまっすぐ行くんだよ、うん、だから体の開きもないし投げ方を知ってるなっていう感じがしたよね、はい、それとやっぱこう詰まらしてる、うん、やっぱ球威があるで角度も、はい、で次2番バッターに対してちょっととっちらかったんだよね変化球が、はい、でフォアボールを出してで次の北村だったのかな3番カーブ、まあ自分では縦スラって言ってるみたいなんだけど、はい、俺にはカーブに見えたんだけどね、カーブでサードゴロゲッツーで岡本に回さなかったの、はい、で岡本との対戦をちょっと見たかったんだけどさ、うん、まあそれは実現できなくてね、はい、でもねこの平内も自分では縦スラッとは言ってるんだろうけど、はい、俺はカーブっていうふうに見たのね、うん、あのボールがあるピッチャーっていうのは今の現代野球では活躍する。おで森下がそうでしょ、はい、広島の新人を取った、やっぱ縦割れのカーブがあるでしょ、はい、だからああいうカーブを投げれるピッチャーっていうのはすごくあのそのボールが生きてきて全てのボールが生きてくる、はい、だから要求したいのはどの変化球でもいいからポッとした変化球でストライクが取れること、うん、
これがやっぱり活躍する条件だ、うん、そしたら、はい、すごく楽になると思うね。カウント負けしないと思う、うん、例えば大学の時はカウントが悪くなった自分がね、はい、ボールが先行して、うん、そしたらまっすぐでファールを打たしたりだとか空振りを取れてたと思うんだけど、やっぱプロのバッターってカウント負けしてまっすぐ行くと打ち返されるからさ、はい、そういう時にこうコントロール力パッとストライクが取れる変化球を覚えると、はい、絶対活躍する。この平内投手は豊さんは見てどの投手に似てますか？今までいた投手の中でもタイプ的に。いや今でいうね、はい、高橋光成西武の、はあ、ああいうタイプだ。投げっぷりがいいもん。あ、そうなんですね、うん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 、のような感じがする。お高橋光成よりはコントロールがいい、はい、だから勝てるっていうふうに見てたんだけどね、はい、あと縦割れの、まあ、縦スラって言ってる俺はカーブにしか見えないんだけど、はい、それがあるから、はい、俺はなんか活躍しそうな感じがするよ。なんか第一クールの時かなんかにこの平内投手はもうすでに一軍帯同の沖縄にもう気持ちは向かってるみたいなことをなんか出してみたい。しっかりしてるよ、うん、松原でも詰まらしててさ、はい、詰まらしてああってパッと見たら、うん、あそこまで飛んでるんだってプロのバッターはやっぱ力があるなみたいな、はいはい、いやいやいや言うことは大きいよ冷静というか、まあ、でも楽しみだよね。そうですね、はい、さあそして、はい、まあ、注目されている一人ですよ。楽天のドラフト1位の早川投手、はいはい、早川はねホームに無駄がない、うん、例えばさバッターでも俺らが、はい、キャンプに行くじゃない、はい、でルーキーとか若い選手を見るときにまず何を見るかっていうと見てて綺麗かどうかっていうこと、はい、ホームが、うん、で無駄がないかとかそういうことを見るわけね、うん、早川の投げ方見たら一個も無駄がない。おだからこのリリースポイント、こう手を離すポイント、はい、ここになんか集中できるというかさ、うん、そういうものを持ってる、爆発力がある、はい、で球もキレが良さそうだしさ、まあ、実際これは対バッターとしてね、はい、バッターで対戦している姿を見ないとどのぐらいファールを打たせられるのかとか、うん、空振り取れるのかっていうのは分からないけど、はい、ブルペンからキャッチャー目線で見た時に全く無駄がない。豊さんはじゃあバッターボックスに立ったとしたらやっぱり打ちにくいというやっぱ球無駄がないっていうことは、はい、球持ちもいいし、はい、綺麗だということだから綺麗だということはもう前で無駄なく離せてるとい、うん、ま、球離れが早いやつってここら辺でこう腕をかいちゃったりするんだけど、うん、もうしっかり肘が抜けてきて前でパーンと叩けるから、はい、やっぱり厄介なピッチャーだと思うよ。勝てるピッチャーだと思うよ。ああそういうピッチャーなんですね、うん、だからまあ、課題は、まあ、例えばランナーが出た時にクイックができたりだとか、はい、牽制の精度がどのぐらいなのかとか、うん、まあ、いろんな細かいことは分からないにしても、はい、その対バッターに対しての無駄のなさっていうのは素晴らしいね、うんうん、だから楽天のやっぱり今シーズンローテーションに入るともう言われているので、うん、もうそこはもうじゃあ確実にいや楽しみだよ ね、うん、そうですね。やっぱ使わない手はない。あ楽しみですね。使いたいよ。おさあそして豊さん、はい、DeNA 牧ね、はい、ドラフト2位の内野手ですけれども、うん、まあ、これもホームラン打ったけどね、はい、紅白戦かなんかでやっぱり飛距離はあるよね、うん、DeNA のあるコーチに聞いたら、はい、動けるデブだって言ってたし動けるデブだって言ってたし、まあ、ちょっとガタイがいいんだけどさあガタイがいいですよ、ね、だけど動きはそこそこいいしね。お、はい、でまあ、実績的には全日本で3年の時かな4番任されてさ、はい、まあ、だからそういう4番を任されるっていうのは勝負強さも兼ね備えてるというね、うんうん、マキに言いたいのはやっぱセカンドのポジションを守るんであればやっぱセカンドの意味、はい、セカンドのポジションというのは今の現代野球では一番キーになるポジションなんだよね、うん、例えば球場が広くなるカットマンに入る肩の強さも要求されたりだとか、うん、コントロールも要求されたりだとか、うん、俺打つのはね右にも器用に打つしさ、はい、結構結果は残してくると思うんだよ、うん、慣れたら。でもやっぱセカンドのポジションで今から悩んどけよっていう今からいろんなことを考えながら練習しておけよっていう。じゃあバッティングというよりも守備と
ということでなんですね、うん、やっぱね守備の乱れがバッティングに響いたりだとかするから、はい、でバッティングの打てないとかは、うん、守備であのカバーしてやろうっていうぐらいのうまさがあればいいけど、はい、まだそこまでの技術はセカンドではないと思うんだよね、はい、だからそこら辺のそのセカンドとしての頭の準備、うん、一つで言えばさもういろんなデータがあるじゃない、うん、だからこのバッターはこっち側の傾向が多いとかさ、はい、打球方向だとか、うん、もう今からやっぱり準備をたくさんしておくといいと思う。宇田さん、さっきあの全日本で4番を打ってたっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、ということは DeNA で例えばゆくゆくはその筒香選手みたいな感じになるってことなんですか？4番ってことは、まあ、筒香っていうか村田だな。あ、右だから村田さん、はい、村田ぐらいになってくれるとすごいと思うけど、あ、じゃあクリーンアップを将来やっぱり任せる。いや、将来は打てると思う。ですよね、うん、俺の開幕予想は牧2番だけどね、はい、あ、2番、ま、2番スターだったんですね。そうそうそう、牧2番スター動けるこれね、動けるデブです。あの右にね、打つことも結構うまいのよ。あ、そうだよね、引っ張るだけじゃなくて ね、 ね、うん、だから意外とバッティングでは器用さがあるんで、はい、まあ、守備にもその器用さが出てくれればいいけどね、はい、そうですね、うん、はい、さあ、そして最後ちょっと巨人に戻るんですけれども、うん、こちらドラフト5位の選手、うん、秋広選手、まあ、高校生だよね、はい、二松学舎からですね。この子はいいわ。2メートルあるんだよ。え、身長がですか？2メートルで内野手ですか？で内野手、はい、まあ、本職は三塁手なんだけどさ、はい、まあ、紅白戦見ててインサイドの厳しいボール腕を畳めるんだよね、はい、畳んで上に打ち上げるんじゃなくて畳んだからには早く振らなきゃいけないんだよね、はい、そのヘッドを振るには上に持ってたら遅くなるんだよ、うん、これを下に持っていかないと、はい、早く振るにはそれができてるんだよ。だから1、2塁間抜いたりだとかさ、はい、で今度はアウトサイドのまあツーシームだったかな、うん、それをバーンと レフト前に持っていくんだけどさ、その打ち方が大谷に似てるんだよ。太田大志選手ですか？大谷、大谷選手ですか？へえ。に似てんの、はい、このフォローとかバーンと持っていき方が、はい、バットの出し方だとかさ、うん、だからすごい非凡さがあるのね、うん、で最後の打席トネっていう左ピッチャー、うん、もう何年もプロで飯食ってる、はい、ピッチャーの変則の左だよ、はい、これ初球をパッと構えてインサイド厳しいとこ来たの、うん、パッとこういうふうに避けたの、はい、普通こうやって避けるとダメだなと思うわけ。なんでかっていうとこの間が取れてないしタイミングが取れてないからあのこういう避け方になるんだよね、はい、だけどこうパッと乗って来たと思ってこういうふうな避け方をしたわけよ、はい、だからね、まあ、タイミングの取り方もうまいし間の取り方もうまいし、はい、それでライト前持っていったんだけどさ、うん、いや素晴らしいよね。おお、いや久しぶりに見る高校生のバッティングじゃないと思った、はい、あ、そうなんだ。この子は俺将来的には面白い子になると思うよ。ただ巨人のサードって愚かも。でもファーストがファーストが入ってますね。だって2メートルのファーストいたら少々取ってくれるから。まあそうですね。いや本当にどこ投げても。あ、じゃあもしかすると、まあ、もともとサードで入ってきてますけれどもコンバートしてファーストって。いや岡本がいる以上は、はい、岡本の守備なんか今年なんかめちゃくちゃまた上手くなってるなってますね、うん、そうなってくると、はい、来るともうファーストしかない、はい、で足も速いんだよ。あ、何とってもいいですね。いや、いいんだよ、はい、スタイルもいいし。お、まあ、2メートルあって、ね、2メートルあってスタイルが悪かったら最悪だよ、ね。なんかバランスがおかしい。バランスがおかしい。なんかおかしいぞみたいな。そうです、ね。それはちょっと嫌でしょ。はい。でも高校生。いや、いい。この子はいい。うん。よく目つけてたよね。スカウトの方が。ああ。だから楽しみだよ。一押しだよね。一押しですね。まあ今ね、ざっと 1,2,3,4,5 人のちょっと新人の注目する選手をちょっと、いやもういろいろ見てるんだけどさ、はい、タイミングよくルーキーが映るか映らないかっていうのもあるからさ、はい、ちょっと申し訳ないけど、はい、まあこういう人選に今なったけどね。ただ豊さん、まだ他にも新人とは言わずとも若手の選手って注目してる選手がいるので、いる、ね、いる、ちょっとその選手たちはまた次の機会にちょっとピックアップして話してください。はい、はい。